イムーンスがマライアベルノコイの衝突問題と関連し、心境を伝えた。イムーンスは去る25日、自身のインスタグラムを通じて、本当に大変で長かった、また残念だったこのシーズンを終えて、まず今シーズン中に私を応援してくださり、支持してくださったすべての皆さんに感謝を伝えると掲載した。続けて、 私は今、私の幸せを探そうとしていて、私を含めてみんなが幸せになることを願っているとし、しかし、私のために誰も避難しないでほしいと付け加えた。イムーンスは去る20日、日本埼玉で開かれた2019イスフィギュアスケート世界選手権ショートプログラムの公式練習中、ベルと衝突しふくらはぎを負傷した。 イムーンスのマネジメント会社は、ベルとイムーンスは米国遠征の時も同じコーチに学んでたが、その時から持続的な嫌がらせがあったとし、今回の事故も恋性があると主張した。その後、ベルは米国選手団を通じて、謝罪の意を伝え意的な衝突ではなかったと釈明した。